1枚やるぞやるぞこれはちょっと編集まあもうすぐ打ち上げということで、今年振り返ってどうでした？そうですね、やはり2023年というのはですね、政治不信というのがですね大きなテーマになっているのではないかというふうに思ってます。まさにこの 1,2 週間もそうなんですけれども、国民の皆さんに対してですねきちんと政治家がですね説明をできていないという現実がありますので、やはりそこをですね訴えていく。個人的にはどんなことありました？そうですね、やはりまあ私8月にですね支部長に就かせてもらいましたけれども、やはりこれは大きなチャレンジということでですね、やはり現役の会社員をしながらこの活動も続けていくというところというのはですね大きなチャレンジでですね、まあ家族の協力もあって、まあまた皆さん周りのみんなのですね協力もあって、なんとかここまでやれてきたかなと。でもコンサルティング会社に勤めております。東京です。リモートなので。コンサルティングというのはですね、クライアント様の課題解決をするというのが大きなものでですね、やはりそこでかつかなりその現場で解決していくということになるんですけれども、やはりこれがですね同じようにですね政治についても言えるのではないかなというふうに思ってます。今年を振り返って、はい、今年はやはり4月にあった地方統一選挙があってですね、まああっという間の1年だったなと思います。まあ実質は8ヶ月ですけども、まあなかなかやっぱうまくいかないこととか、うまくいくこともたくさんあったんですけども、まあでもそれも自分の実力かなと思います。あ、災害ボランティア行ってた？あ、行きました行きました。はい。端的にどうでした？端的にですね、まあ、結構参加するんですか？今参加しました。ボランティア行って、まあ実際にやっぱり議員が現場に行ってですね、まあ自分とかはやっぱり防災機構にいたんで、まあ一回見てみて、やはりそこで動けるところと、あとはじゃあどうやって政策に生かしていくかっていうところがやっぱ大事だなと今回感じました。あとはやっぱスピード感ですね。来年の抱負を。はい。まあまず1年終わってここで課題が見つかったので、しっかりとそれをブラッシュアップしながら来年の1年まず そこを乗り切ってやっていきたいと思います。去年はですね、まあ、町長選落ちてしまったので、まあ結構ねテンション下がっちゃいましたけど、来年はですね自身の他議員さんをね、まあ、福岡6区、まあ、久留米周辺あたりでぜひ出したい。